日の出めちゃくちゃ遅いな。びっくりだ。おはようございます。今ですね5時26分27分、そんぐらいですが、ここは JR 九州、鹿児島本線の鹿児島中央駅です。まだ日が全然出てない。そんなもんだっけ。いや、前鳥取砂丘行った時は5時半でも普通に明るかったですけどね。まあ、今日の天気は曇ってるからってのもあるのかもしれませんが、はあ、今度の旅では折り返しとなる鹿児島、まあさらに沖縄に行きますから、もっと実際には南西に進むこともあるんですけど、まあ、基本的に一番西の地点は大体この辺りなわけでして、こんなに朝の始まるのが遅いとはね、びっくりです。なんかもう駅前にも全然人がいないしね、5時半ですけど。じゃあ本日の行程ですけども、今日は大分県まで行く予定です。結構な、長距離移動になります。まずこの鹿児島を立って、目的地宮崎、さらに乗り換えて、延岡、延岡と大分の間は夜しか列車が走っていません。信じられないことですが、普通列車が1日に1本しか2本だったかな2本しか走っていないという区間がありまして、朝一番か、夜の7時ぐらいしかないのです。でそれまでは延岡周辺の、見物、多分ね、天気が良ければ高千穂に行こうと思ってますが、と思ったらね、天気はめちゃくちゃ悪いようなんで、また考えようと思います。よろしくお願いします。宮崎神宮行き。高校生たちも大変です。もう朝の5時台には起きて毎日電車で通うんでしょう。結構長い距離の通学、多分彼らの目的地は都の城のはずです。本当に深い山でもう20分30分ぐらい列車は止まってないんじゃないかな。普通列車ですけど、列車の中もだんだん冷え込んできました。いや、40分遅れですよ。ちょっと困りましたけど、まあいいです。今宮崎に到着。今日は終日雨予報でしたが、ただいまこのように晴れています。さっきアマテラス大御神に電話しといたんですけど、そしたらね、このように晴れまして、お礼参りに行こうと思います。宮崎は昭和のリゾート地としても有名です。まだ海外旅行が一般的でなかった頃、遠方への新婚旅行といえば宮崎でした。じゃあなぜ宮崎が新婚旅行ブームになったのかというと、宮様が結婚されて、その時の目的地、新婚旅行として宮崎に行かれたからです。じゃあ今度宮様はなぜ宮崎を目的地に選ばれたか、その理由の一つはおそらく皇室のご先祖が宮崎とされているからと思われます。本日は神話巡りの旅、皇室のご先祖たる神々がいた町、高千穂などを訪れようと思っておりますが、まあ、先に言ってきますけどね、今の皇室というのは日本神話によってね、神社の祀られているような神様たちがご先祖であってどうこうということになっているわけですが、まあ、そんなのは普通に考えて、まあ、嘘だろうということは、まあ、みんなも思うんじゃないのかなと思うんですけど、私は1ミリも信じておりませんし、まあ、別になんかどうとも思わないんですが、その話を聞いても、まあ、なんですけども、日本で昔からまことしやかに言われている日本の大事な文化でありますので、まあ、それ知っておくのはいいかなと思いましてね、興味はとてもあります。まあ、本当のことだとは思いませんが、まあ、ここから船で出て、アマテラス大神が岩に隠れて、いやどうでもいいわと思うんですけども、まあ、どうでもよくはないかな。でも昔からそれが言われていたことですから。とにかく今一番大事なのは朝ごはんを食べることです。ちょっといいものを食べました。宮崎駅の名物駅弁、椎茸飯。しかしこれもね、前もっとおかずとかがたくさんついてるのを皆さんに何度も映してると思うんですが、実は最近おかずがつかない簡単なタイプを発売しまして、550円前よりも安くなっています。前のやつも駅弁としては安く700円なんですけどね、それ椎茸でそんな値段は取れないか。宮崎駅から一駅お隣、宮崎神宮駅まで向かいますが、お隣のホームに海幸山幸号、珍しい特急列車が来ました。休みの日しか運行しておらず、今日は平日ですが、幼稚園児の子たちが貸し切りで乗る様子です。団体と書いてある、そういうこともあるんですね。日本神話の海幸彦、山幸彦から取った日南海岸を観光するに適した列車です。宮崎の名物の一つ、日向夏、日向の国という旧国名は有名ですが、
このヒューガナッツ自体は現在ではニューサマーオレンジなど別の名前でも知られるようになっています。神奈川県、静岡県などでも栽培されることがあるようです。美味しい。ですね、非常にすっきり爽やか甘酸っぱい透明な、まさに夏のなんていうんですか、真っ白なこんなねこうシャツを着た爽やかなイケメンが似合うようなこれですね、味ですけども、ヒューガナッツというこの夏というこの文字をここにこう組み込みたくなったのもなんとなくわかります。ニューサマーオレンジとかいう名前もそうですけどね、夏にぴったりの、ちょうど今もう潮風が吹いてきてますが、突き抜けるような爽快感です。宮崎神宮駅に着きました。駅のホームが赤く塗られています。立派な鳥居が立つので車はちょっと通りづらくなっています。駅を目の前にもうすぐ参道が並びます。寛平大社宮崎神宮とあります。寛平大社とは戦前の日本において最も位の高い神社で、またそもそも神宮という名前自体非常に位の高い神社にしかつけません。基本的に神宮と書いてあるものは日本神話、皇室などに関係のあるものです。さすがに三重県の伊勢神宮ほどではありませんが、しかし立ち並ぶ杉の高さはかなり見事です。宮崎神宮の社はなかなか立派、雰囲気も厳かですが、それにしては観光客が少なく宮崎穴場のスポットと言えます。この宮崎神宮、いつからここにある神社かは分かっていないそうですが、しかしとても古いことは確かなようです。もともとここに何があったのかと言いますと、いわゆる皇居がありました。当時はここに行ったのがですね、神武天皇という初代の天皇となる人ですが、まだ当時は天皇になっていなかったので神山と言われ彦の命といったわけですが、その宮殿がここにあったようです。そして天皇になるにあたり、ここからまず東側に船出して三光というところからですが、奈良県大和地方にいる名だたる強敵を皆倒し、そして初代の天皇として即位、それから今の日本の歴史が始まったとされています。今の皇室とも大変ゆかりのある神社ということになりますから、それだけ皇室からの加護というんですかね、少なくとも多数の参拝を受けています。崇敬する人もたくさんおられますので、そういった方もまたこの宮崎神宮にかなり参拝されているようです。向こうを見ると昭和天皇のお手植えの木、大正時代に植えられたものです。こちらを見ると大正天皇、こちらは明治時代にお植えになりました。これが大正天皇のクスノキですね。こちらの杉は3年ほど前に皇居されました三笠宮高人殿下お手植え。こちらの木はこの間テレビでも元気な姿を拝見しました常陸宮正人殿下、忘れてますけど今の皇族の最高齢三笠宮沖崎百合子殿下、それは皇族方からこれだけ大事にされるのも当然です。自分たちのご先祖の出身の地なわけですからね。そんなわけで、それから初代の神武天皇の皇位を受け継ぎ、今125代目だったと思いますが、その即位から2679年だそうです。今年令和になって新しく、成人陛下が即位されたというわけで、そのお祝いももちろんここになされています。ありがたいことに無料休憩所もあります。置いてある雑誌がすごいな。これちょうどここに神武天皇統制、つまり奈良県を目指して軍を進めた時のその道のりが描かれています。こんな感じなんですね、こう先に九州に行ったったんですね、こういってこう瀬戸内海を進み、そして熊野から橿原神宮へ向けて上陸しました。ちなみにこの、9番8番とか書いてあるこの熊野周辺と橿原神宮とのこの間を日本で一番長い距離を走る通常の路線バスが走っています。
でこの宮崎神宮ではあの鳥を飼っておりまして、鶏が放し飼いなんで結構ね巨大であの強そうなやつなんですけど、残念ながら猫はいたけど鶏はいなかったな。前はねこの入り口のすぐ脇にいてくれたんですけどね。猫が好きな方も多いと思うんで一応映しておくか。食われちゃったかな。でもいっぱいいるはずですよ。まあ相手も動物ですんでね、それはいないということもあります。三密駅に着きました。この先行きたかった高千穂の天気はかなり悪いらしいんですが、ここはもうこのように晴れでちょっと曇ってくれてもいいぐらいなんですけどね。でもこの電車に乗れたのは良かった。これ前から乗ってみたかったんですよ。ごめんなさい、あの今日の予算計算するの忘れてたんですけど、昨日の動画7万1000回再生されてるんですよ。わかります。ただこれ 今もうお昼の12時になっちゃってるんで、毎時あたり1800回の再生ですから、まあ、かける2で3600にちょっと重くして4000で、7万1000引く4000の、6万7000、プラス2000ですね、6万7000かける 0.1 かける、はい、まあ、とにかく今日の予算は8700円だということです。よろしくお願いします。ここ三密は神武天皇が奈良へ軍を進めるとき船を出したその出発の地であると言われています。日本本線の橋の奥に見える島、灯台が立派です。流れる川の色も清らかで、今日訪れることのできなかった高千穂を思わせます。ところがこの周辺は何にも食べ物など売ってる店がない。もうお昼時困ったなと思ったんですね。まあこれパン1個ですけど、後ろに三股病院という病院がありまして、その病院の中でね、あのパンのなんか出張売り出しみたいなやつだから、私全然関係ないけど買ってきました。問題ないそうです。三股病院ってなんかあの時が時だったらはじめ社長とコラボできたろうな。店もなくはないようだけど、すごい店だな。何売ってるのか分からんぞ。メロンパンの食べ歩き、これをお昼とします。お、なんかいきなり出たな。神武天皇御船出の地と読むのかな。このような海岸、実は結構台風が接近してますんで激しい波です。なんか向こうの方なんかね白く霞んでるの分かりますでしょうか。多分波がこう砕けてるからじゃないの。まあ、あとは単純に湿度が高いんでしょうか。向こうなんかも結構迫力のある眺めです。まあ、出航の時はこんな荒波じゃなかったでしょうけど、あ、ここから日本の天皇の歴史が始まったのかと思うとなんだか感慨深いものがありますと言いたいところなんですが、実はですね今回ご紹介しているこの神話の元ネタのね、古事記というあの、まあ、歴史書があるわけですけども、あのそこには別に三密から出航していったとは一言も書いてないし、ただ宮崎のこの辺の海岸から出ていきましたということ以外は何も書いてないんだけど、なぜかまことしやかにここがその船出の地だということにされているわけです。まあ、でもよくよく考えてみればその古事記というのはあの奈良時代の初めに作ったやつでして、あの天皇皇室の歴史というのはそれよりもさらに500年ぐらい、千何百年か1200年ぐらいかな、あるんで1200年前のことをあのいきなりこうはいはいこれが本当ですよとか言ってまことしやかにあの歴史書に起こすということ自体がなんかこうまた不思議なことなわけですし、それより古いものが残ってないからしょうがないからそれがあの一番古い歴史書ってことになってるんですけど、まあ、あのそれを考えれば、この三密というところから出ていったことになってる。ああ、そうなんだ、そうなのかもしれないなみたいな、まあ、そういうノリのね観光がいいかと思います。あくまでねこれは物見湯さんの見物なんで、別に私右翼でもなんでもないし、まあ、右翼だから来るってもんでもないだろうけど、まあ、あの気楽に行きましょう。神武天皇は国の最中である大和の国奈良県地方に都を移されるため、この三密の港をお船出されたのであります。ここより北の方へ 1.2 キロの耳川口がその港であります。あ、ここにこう書いてあるけど別にこっから出てったわけじゃないですね。遥か沖に向かって左の小島と右の灯台のある島との間をお船出されたのでお船出の瀬戸と申します。このお船出の瀬戸に永久に輝くあの灯台は永久に、神の宮かしと申しまして、昭和9年に神武天皇の当選2600年祭に全国協議会により建立されました。太平洋戦争開戦直前の1940年が明治天皇、神武天皇の即位から、2600年の節目の年ということで、国の体制を固くする上でも、記念事業がかなり盛んに行われました。
で、神武天皇が出航してから、初代の皇位に就くまで、6年ぐらいかかったんだそうでして、その6年前のつまり、出航今旅立った、その時を記念してその旅立ちからの2600年ということで、戦前にあの灯台が建てられているということです。で、あの島の間、ここがお船出の瀬戸なんですね。で、海岸歩いてたらもうこんな道になっちゃった。これどうしようかな。向こうまで延々歩いてからまた戻ってくるのはちょっとだるすぎるな。あそこから行ってもまだ出られるか分かんない。だったらもうこの壁乗り越えた方がいいですよね。こんなはしごが用意されてるんで行っていいってことだよな。これはしごっぽいな。大丈夫だね。ああよかったよかった。こっち側にちゃんと降り口があるから道として認識されてるようでしたよ。で、その防波堤を越えると急にこんな古めかしい感じになります。歴史がありそう。ただこの三密は神武天皇の統制とは全く関係なく、日民貿易とかそういうのがね割と盛んな港でもあったようで、まあ、昔から結構つまり、貿易などにも使われている重要な港だったんでしょうね。だからこんな感じでねずらーっといい景色ですよ。伝統的建物保存群っていうのかな。観光客私しかいませんけど意外と見どころの多いところでもあります。旧中町共同井戸か、置いてみてもいいかな。ダメとは書いてない。ちょっと怖いけどな。どうなってんだろう。おー深そうだ。いやこういう昔からのそんなに改修とかしてなさそうな井戸を覗き見るのは初めてですけど、どうなってんだろう。暗いかな。でもこのカメラはね見えるんですよ。おーちょっと怖いね。結構深いですよこれ。すぐそこって感じじゃないな。水は10メートルぐらいは下にありそうに見えます。いやこれ落ちちゃうよ。こんな膝の高さこれですからね。へえ、ちゃんと戻しておかないとな。いやすごい白壁が見事だ。宮崎県のお金をバンバンつぎ込んだらなんか流行りそうですけどね。なんかやってるな。カフェだ。いくらタピオカもあるな。ちゃんと流行りしっかり追いかけてる。いろんな味のキューブアイス。中は古く明治初期の建物なんだそうです。もう撮るのもねお許しいただいたんでこんだけ好き勝手にやらせていただいてますが、暑いんでこうキューブアイスをいただくことにしたんですが、こんなにあってねこれで400円、一つサービスしていただきました。ヘベス、非常に酸っぱい柑橘系のものだそうです。カボスとかねそういうものに近い性質のものらしいんですが、薄緑色。うんこれ確かにね教えていただいた通り、いや入れていただいていい体験になります。すごい酸っぱいですねこれ目がまっすぐ開けられない、うん、普通はお肉とか、うん、魚にかけたり焼酎入れる人もいるし、レモンみたいな感じですよねこれ。空気が甘く感じます。おお。オレンジは甘いですねすごい甘い。いやでもありがとうございます。こんな面白いものを入れていただいて、はい、うん、これ宮崎のものなんですよね。そうですね、うん、日向夏のイメージしかなかった。結構柑橘系もたくさんあるんですねやっぱり。そうそう、あるね、うん、ああもちろん日向夏はなんかニューサマーオレンジと日向夏って同じですよね。あ、ですね。そうそう、まあそのぐらいの知識なんですけど、それ以上は知らないですよ。中の見学もさせてもらいますが、もう綺麗に新しくされてるけど、でも昔の作りなんかがかなりよくわかるような感じ。ね、上がこう吹き抜けですよ。2階のところまで続いてます。でここは、カフェとしても営業されてるわけでして、まあ、私は今私しかいませんのでこんな風にこうおっぴらくやってるわけですが、1階でも2階でも好きなところで食事していいんだそうです。ご飯物は確かにないですけど、でもね十分こんなに涼しいところで落ち着いて中の見学までできるんだったらもう価値あるなんてもんじゃないですよ。江戸時代に建てられた建物と明治時代の建物とそれを合わせくっつけたそんな構造だそう。
私アイス代の400円しか払ってませんからね。あのここねビールも350円でコーヒーも350円だそうなんですけど、そんなに安く済んでこんだけ至れり尽くせりでいいのかな。ここ、これ座っちゃっていいのかもわかんないんですけど。あの、これって僕だったらなんかこう間違えるんじゃないのかなとか思うんですけど、それってもう怒らないんですか、ボールペンで書いてて。間違いもあるけど、それはそれでまた楽しみながら次進んじゃうから、あんまないかな。すっごい気持ち悪い顔になったりはするけど、はいはい、でも全然そんななさそうですけどね、見てると。あるある、失敗もするする。結構観光開発も盛んなようで、イベントの行いも多く、ここを使ってね、今度9月の14日かな、ここで写真を撮って、こういう風にこうポートレートにしてもらえる、そんなイベントもあるそうです。ちなみに動画映ります、よかったら。困ります、そういうのって。でそれからですね、あの実は長らくあの3時間もここに滞在してたんですけど、あの涼しくてね、しかも居心地もいいもんですから、で、さらに、ここのなんてお呼びしたらいいですかね、館長さん、はい、館長の安子さんと、はい、それからちょっと名前はね、あの伺ってないですけども、 あの娘さんとその彼氏さんとこういう障害の仕方しちゃっていいんですかね。大丈夫、娘さんではないです。ではないんですか。あ、これ失礼。そうでした。いや、てっきりなんかそんな感じなのかなと。お友達になったんです、はい、あ、なるほど、はい、そうかそうか。いや、そう、いや、だからそう、随分こう若い家族だなと思って。なるほど、ね、おかしいおかしい、年齢おかしい。じゃああれですか、ここでこうコワーキングスペースをこう使ってるみたいな。はい。あ、なるほど、あ、なるほど。その普通に利用者の方だったんです。すみません、なんかもうずっとここでこうだべっちゃって、なんかやることがあったんじゃないですか、もともと。いや、特に。ああ、よかったよかった。喋りに来た。あ、ならよかったです。今、よろしければ一応あの伝授したあの YouTube のやり方もなんか活用できることがあれば。そう、なるほどね。やってみよう。ありがとうございました。これ感じですね。また来るかもしれないです。あ、晴れてる、よかった。ありがとうございます。じゃあこれちょっと撮っとこう。失礼します。はい。あ、磯の香りだ。本当に3時間滞在しましたんでね。涼しくなって、その代わり湿度に変換されたようです。やっぱ休憩ってのは大事だな。あそこでね、もう休ましたことによって、休ましてもらったことによって荷物の重さが変わりましたよ。同じ荷物持ってるはずなんですが、どうせ今日は急いで行ってもこの先の延岡で夜まで足止めです。3時間、いや楽しい時間を過ごしました。久々に動画とは関係なくね、普通に人とおしゃべりするということをしました。どうせこの先急いで行っても、延岡の駅で夜まで足止めですんで、昨日も運転手の中井さんとお話したり、楽しく過ごしましたが、やっぱりね、動画とかと関係ないことをやって、たまにはああいう風に、体力と精神力の回復をしないとね。そして今度こちら書いてあります、この石碑は日本海軍発祥の地、船も書いてあります。日本海軍発祥の地、海軍が一体ここで何したのか。この石碑は詰まるところ、神武天皇が東を目指して船を率いて出撃していった、それが日本海軍の起こりだということで、それを記念しているわけです。まあ確かにちょっとこじつけに感じなくもないのですが、あの今の自衛隊とはまた流れが違いますけれど、戦前の軍までは一応政府に属する軍、すなわち天皇に属する軍ということで続いてきたわけですので、じゃあその天皇に属する水軍の発祥はどこかといえば、まあ確かにここが一番最初にその活動を始めた場所だと考えることができるでしょう。ちなみにこの石碑ですが、戦後 GHQ によって取り壊されました。もともと戦前にあったものですが、取り壊されまして、しかし強い要望により海上自衛隊などの協力を持ってまたここに建てられたということです。だから再現をされたものです。大福まんじゅうを食べたいんですが、大福餅を探してちょっと近くに商店がありましたんで、アイスを買ってですね、道を聞いたんですけど、そしたらもうすごい優しくもらいましたね。やっぱこう東京から若い人が来たっていうんで、それで喜んでですね、ミミツをどうして知ってるんですかとか言われたんです。まあ、あの神話で有名じゃないですかって言っていたんですが、あのミミツを売り出してくださいね。いや、もちろんです、わかりました。今回はそのテーマにそぐった旅になっていて、私も嬉しく思います。このミミツでは毎年旧暦の8月1日にお清祭り、8月1日ですね、ですよね、8月2日
が船出の日と決めてたんですけど、はいはい、風向きと潮の流れ一時早くなるんですよ。あ、それであの起こすために起きようと言って回ったと、はいはい、起きようというか起きてくれ起きてくれという意味なんです、うん、神武天皇が船出をするとき起きよう起きようとそういうふうに声をかけて回った、それを起きよう祭り、今は笹を使ってやられてるんですよね。そうです、ですよね、でも小学校の子供たちがね、うんうん、昔は、この鳳仙花というそうですけれども、ちょうどこの花の咲くような時期で、これを使ってやっていたのではないかと言われているそうです。一層古めかしくなった名物の団子はここで売ってるそうです。さっき商店で優しくしてくださった方のお家に誘われています。それはここなんですけども、お邪魔します。おお。すごい、もう普通にね、見学として人の家に入っていくことができるし、こういう井戸ももう至る所にさっきもねご紹介しましたけど残ってるし、これミミツってのは観光地として別に有名なところではないと思うんですが、なかなか面白いところだ。ここは天皇の伝説だけではなくて、この江戸時代から明治にかけての古い家がたくさん並び、見事な景観、しかも観光客は、まあ、今日が平日だからってのもあるんでしょうけど金曜日、ほとんどいませんというか私以外には全く見ていません。なんだここは、なんでこんなに面白いところなのに観光客がいないんだろう。多分単純にあんまり宣伝とかされてないからでしょうね。今後流行るかもしれないし、どうでしょうかね。もう本当に田舎のおばあちゃん家に来たみたいっていう表現よくありますけど、まさにそういう感じで、風通しのいいところ、クーラーはないけれど扇風機の音が響いて、両側とも空いてますから風がスーッと吹き抜け、で外からは虫の声、たまに通る車の音、このたまに通る車の音ってのがいいんですよ。いや実に素晴らしい。今度お祭りの時期とかまた来ても面白そうですね。さっきもお話ししたかもしれませんが、毎年旧暦の8月の1日、8月今30日頃にやってるんだったかな、ここに笹を掲げてですね、そこに起きよう起きようと言いながら、それを叩いて回るというお祭りがあります。これはもともと神武天皇が港を出発するときに、もともとの予定よりも早倒しで出発をするということを決めたので、風向きはその方が都合が良かったんですね。だからじゃあ起きてください起きてくださいと言って、それぞれこう寝ている人を叩き起こし回ったんだそうです。三津駅に帰ってきました。特急電車が通過中。この三津にはもうあと1時間滞在しようと思います。今ビビりましたよ。頭の上をねスズメバチがブーンと飛んで、あ飛んでったなと思ったら私の顔めがけてねくるっと U ターンして回ってきて、死ぬかと思った。大丈夫でしたけど、もう一つ行ってみたかった場所というのはここです。これさっきも動画でちょっとだけ映してまだ解説はしてないんですが、分かりますかね。まあ分かる方は分かるし、分かんない方は分かんないでしょうね。そんな当たり前か。いやーこれか、私もね前から一度来てみたかったんですよ。今日本ではリニアモーターカーを開業させる中央新幹線東京名古屋間の工事、この間談合などもあった、まだまあいろいろと話題になっていますけれど、日本のリニアモーターカーの歴史はここから始まりました。宮崎リニア実験線です。多分このねぐらいの大きさだと思うんですよね、リニアモーターカー。これが車両格納庫みたいな車庫だったんだろうな、ほぼ廃墟みたいなもんなんで、ちょっと近寄りがたくてね、謎のザーザーって音もして雰囲気は良くないんですけども、もう今も新しい自動車止まってるから人が来てるってことだよな。そこ、まあ、もしかしたら駐車場に使ってるだけかもしれませんが、あちゃんと JR のお金で維持もされてて、全然廃墟じゃないわ、非常口のランプがついてる。ここは受付と書いてあります。アルソクの警備も入ってる。1970年代に次世代の高速鉄道としてリニアモーターカーの開発プロジェクトが立ち上がり、1979年に開設をされたのがこの宮崎リニア実験線です。この上をリニアモーターカーが走っていました。結構すごい立派なコンクリートの柱、これが7キロ続きます。あの中に入れておいたリニアモーターカーを取り出し、ここからビューンと走らせ、その最高時速記録は517キロ。すごいですよね。1979年、今からもう40年も前の記録です。リニアモーターカーはまだまだ当面の間開発が終了するという目処は立って、いや目処は立ってるけども、開発が終了することはありません。あそこでちょうどですね JR 日豊本線と交差することになっていて、そこで上にちょっと盛り上がった形をするそうですが、ほとんど平坦な線路のようです。
何でも田舎の人はみんな優しいからきっとここに実験船を作ったら協力してくれるだろうというふうに考えて、この宮崎周辺に作ることになったんだそうですけど、まあ、実際そうで宮崎の方はですね、私もさっきもう人ん家に多分都合3時間半4時間ぐらいね累計で滞在したと思いますけども、あの親切にしてもらってお茶だのなんだのいろいろ出してもらいましたが、まあ、そんな感じで、この実験に対してですね、協力の手を進んで差し伸べる地元の住民の方も非常に多かったそうです。まあ、一方で、この宮崎にリニアモーターカーが走ると思って、そしてあの大喜びで、あ、こんなすごいものが走るんだと協力をした人もいたらしいんですが、まあ、実際にはここはあくまで実験線だから、なんともこんな中途半端な作りというかね、これから先まで線路が続くことはないんですけど、ブツッとちょん切ったような形をしています。そして、列車が一つしか通ることができません。すれ違いの実験とかできないし、またこの辺は平野部でね、特急列車もバーっと、さっきは私の乗ってた普通列車めちゃくちゃ飛ばしてましたが、あの飛ばしやすい地形である一方で、ただまっすぐに走るだけなんで、カーブの実験とかも何もできない。こんな設備じゃダメだよ、運輸大臣石原慎太郎の鶴の一声で、実験の基地は山梨に移されました。延岡の駅に着きました。ここは大企業旭化成の城下町です。でこれなんですけど、団体列車が来てる、なんかね、車内にビールのサーバーを積んでみんなでビールパーティーやるようですよ。日方線、この延岡までガタガタものすごい音を立てて揺れながら走ってきました。それなんでそんなに素早く走るのか、もともとはですね、そんなに速く走ることはできず、最高速度85キロというめちゃくちゃ遅い路線だったんですが、今では120キロに改造されています。この延岡まで、その工事がなされるまでは、旭化成の出張にはすべてヘリコプターを使っていたそうです。延岡はそれほど陸の孤島と言われ、東京や大阪などの町からは遠いところでしたが、現在は随分発展しています。いや、発展したかどうかわかんないが、随分便利になりました。蔦屋書店が入りまして、おしゃれになった延岡駅舎。ここはフリースペースだったはずだな。そうだよね、ここで開封しましょう。セブンイレブンで買いました。本当はね、有名なあの発祥のお店とかもあるんですけど、あのセブンイレブンは結構地方食があります。だから地方の名物を食べたいと思ったけど売ってなかったという場合、超有名なものだったらセブンイレブンに行くと売っている場合があります。今回も売ってるかどうか知らなかったんですけど、行ったらありました。大分でですね、泊めていただくことになっておりまして、そこの方と一緒にジョイフルファミリーレストランに約束をしてるんですが、なのにこんなにたくさん食べてしまう。いや別に、まあ後でもう一回ジョイフルで食事するぐらいお腹の容量に余裕はありますが、しかしもったいないんではないかという気がします。今ここでお腹いっぱいになる必要はないんではないか。しかしまあ宿泊費がタダですから、うん、まあ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 いいだろう。あ、ちょっと甘えて今日は多めに食事をしちゃいましょう。チキン南蛮はこのタルタルソースをたっぷりつけて食べるのが、基本的なやり方です。うん、温めてればコンビニのやつでも十分美味しい。南蛮という料理はもともと甘酢につけたお魚の料理などで、まあ鶏でもそうなんでしょうけども、タルタルソースをかけることは直接関係がありません。ですからこれも鶏の胸肉、もも肉だったかな、あの柔らかくてね、ふっくらしているやつを使うんですが、それを甘酢に一旦揚げた後に浸して、それからタルタルソースをかけるというやり方をします。要するにただタルタルソースをかけているだけではないのです。チキン南蛮を食べお腹いっぱいになり、幸せな気分にもなったところで、ちょっとすいません、この動画はねここまでにさせていただきたいと思います。この次回はちょっと主題が変わるので、別の動画に切り替えた方がいいかなと思いましたが、今回の宮崎の旅いかがでしたか。あの私が動画に撮ってない時間が4時間分ぐらい合計でありましたけどね、あのその間にね起こったことを全部動画に撮って皆さんに早回してご覧に入れたら、あ、宮崎って、こんなに人があったかいんだっていうのがもっとねよくわかる光景だったんじゃないかなと思うんですけど、あの一瞬ねあの出ていただいたところありましたね、ごめんなさい、何プロジェクトだか忘れちゃったけど、あの古民家を改造したね、ところであの何とかプロジェクトさんでね、あのお世話になりましたけど、その後も、売店で、よくしていただいたり、お家に招いていただいて扇風機に当たってしばしですね、あのミミツの話をしたりとか、楽しい思いをたくさんいたしまして、次に来るときはお帰りと言って帰ってきてねと言われました。で次に行くのが正直いつになるか分かりませんが、まあ、きっとまた行くこともあるでしょうから、その時はそのようにご挨拶をしたいと思います。じゃあ、この動画はここまで、引き続きお楽しみください。また明日、ありがとうございました。